新見敦氏は、日本の技術者、実業家、トヨタ自動車代表取締役副社長や、j テ e ク t 代表取締役会長、中部経済同友会代表幹事などを務めた、ランジュ報奨受賞。息子は、ホームメイド家族のマイクロ。1971年名古屋大学工学部、航空学科卒業、トヨタ自動車工業入社、生産技術部を希望し、 包み工場に配属される。インドでの合弁事業を経て、1987年からアメリカ合衆国ケンタッキー州で工場開設プロジェクトのコーディネーターを務める。1995年生産管理部、新写真交換理室長。1997年生産管理部長。1999年生技管理部長。 2000年取締役元町工場工場長検定工場工場長2002年トヨタモーターマニファクチャリングノースアメリカ取締役社長2003年常務役員2004年取締役専務待遇2005年専務取締役生産管理物流本部長製造本部長2006年生産企画本部長2007年調達本部長 2009年代表取締役副社長、J テクト監査役。2013年 J テクト代表取締役会長。2015年ヤマハ発動機取締役。2016年 J テクト相談役、日本車両製造取締役。2017年 J メモノづくり貢献賞を受賞。2018年 J テクトアドバイザーに退き、同年秋の報奨で、ランジュ報奨を受賞した。 この間、中部経済同友会代表幹事、豊田学園評議員、名古屋証券取引所取締役なども務めた。ありがとうございます。